翔平、どうですか？目つぶってて、ちょっとわかる？全然匂いもしない。空がね、食べたいって。で、今日はカップヌードルのレビューをしてほしいです。やっぱさ、カップヌードルって言ったら、どのメーカーが有名？日清。そう。で、なんと日清が、まあ、今年50周年なのよ。だから、新しい新発売のシリーズが出たんだけど、4つあります。で、翔平に当ててほしいです。何を当ててほしいの？味。新しい味4つ出したの？違うの。今まであった8つの味を、こう、1個のカップに2つずつコラボしたの。で、合うかどうか、そして何の味と何の味が混ざってるのかっていうのを。もともとさ、食べるの好き？だけど、最近もうめっきり食ってないからね。わかんないわ。だってシーフード、普通のやつ、トマト、カレー、当たってるじゃん、ほぼ。俺4つしか知らないかもしんない。そうなの？あと、なんかトムヤムクンとかさ、期間限定のやつと、あ、そういうのは入ってないな。あと4つすらわかんないんだけど。なんかあったっけ？じゃあそれも当てながらっていうことで楽しんでみてください。おいしいの？わかんない、飲む食べてないから。そう、全然わかんない。全然匂い来ない、まだ。お湯入れた？入れた。空がね、クンクン来てるよ。あ、普通の大きさだね。そうそう、大きさは普通。もう触っただけでもわかるかも。わかんないよ。こんなん全然わかんないよ、匂い。は？お、なんかスパイシーな香りがする。嘘。うん、お塩がすごい。美味しい。はい、さあ何でしょう。え？胡椒ラーメン。胡椒と何？初編ひきにょべら。わかんない。アロイマン。え？なんだろう。まず醤油ベース、醤油ラーメン、あの普通のノーマルのラーメン。はあ。ベース。混ぜてあげない方がいいのかな。どっちがいい？あ、混ぜないで、そしたら。全然わかんない。大丈夫なの？こんなのあった？まあ、はい、当てて。カレーっぽいかな、これは。大丈夫した。ダメだな。これは絶対わかるよ。じゃあカレーか。なんでそう思うの？カレーわかんないってやばいじゃん。さっきわかんなかったけど。あ、これカレーじゃん。あ、え、チーズ？チーズも入ってる？ん？何と何？カレーとナポリタン。さあ、あとで。ナポリタンがあるかわかんないけど、なんかトマト入ってそうな味もする。はい。シーフードまだ来てねえはずだな。具ある？あるよ、いっぱい。いっぱいある？いっぱいある。シーフ、あ、これなんかゴツゴツしてるからシーフードっぽい。今なんかエビとか触ってた気がする。そんなにわかんの？箸で。なんか重みがあった。え？
これもカレーの匂いすんだけど。アウロ、うん、アウロ、え、俺ダメじゃん。ダメじゃん。どれもカレーに見えてきた。はい、では。え？全然当てれませんでしたか？シーフードも全然わか、あ、これじゃない？シーフード。じゃあ目開けてもらってちゃんと味の方レビューしてもらいます。恥ずかしいじゃん。なしにしようこの動画。いいから。はい。これシーフード、うんと3番目カレートマト、カレートマト。でさっき一番最後はシーフードと何？シーフード、シーフード、ないよシーフード、シーフード。だってわかんない、もうもともと4種類しか知らねえし。多分1番目がノーマルと何か。じゃあどうぞ。あ、緊張する。最後に食べたのがシーフードとカレーでした。え、これシーフードとカレー？うん、最後のね。あ、確かにカレーにも思えた。で、3つ目がチーズカレーとチリトマト。お、合ってるじゃん。なんかチーズとか言ってたよね俺。うん、見て、こうすごくない？半分になってんの。だ、え、すごくない？これ全部当たったじゃん俺。なんかチーズの匂いするって言ったもん。え、てかチーズカレーとカレーって別なの？何それ。はい、で2つ目がこれ、ブラックペッパーとオリジナルカップヌードル。俺これじゃん、どっちかというと1番目。あれ違う、1番目はそれ。1番目これだった？そう、順番変わってない？変わってない。1番目がその豚骨と味噌。全然違うこと言ってたじゃん。そう、え、俺さ味噌なのにさ醤油ベースとか言ってたしさ。やばいよね、これさカットした方がいいんじゃないの？大丈夫大丈夫、やばいっしょだって。はい、ではちゃんと味の方レビューお願いします。翔平さん、これね味噌って言われて、うん、匂い嗅いだらもう味噌。いいかな。マジで。はい、じゃあまず1個目から。豚と味噌。はい、豚骨ポークと味噌ですね。言われてみれば、うん、豚骨と味噌を合体してる本当に、うん、で甘い味噌みたいな感じ。豚骨の、豚骨ってまろやかじゃん、うんうんうん、それと味噌のまろやかさがマッチしてある。じゃあ日清のセレクトは甘みを感じる。合ってるってことですか？うん、キクラゲ入ってる。へえ、何由来だろう。お、しっかりシャキシャキする。うん、最強だな、日清のカップヌードル、はい、じゃあ次はブラックペッパーとオリジナル。そんな胡椒強く思わなかったけどな。こっちで麻痺したのかも。悔しいな。あ、どうですかお味の方は。確かに胡椒強いわ。具はね、よくオリジナルに入ってる具だね、うん、これどんな具ですか？卵、エビ、うん、肉、これいつもオリジナルのやつの具だ、超ベーシックな。で、味はオリジナルだけよりやっぱブラックペッパー入った方が美味しい？あー、俺はオリジナルだけで好きだな。あ、そうなんだ。食べ慣れてるからかも。うんうんうん、やっぱ日本人はオリジナルが一番好きかな。そうじゃない、売り上げもオリジナルが一番なんじゃない。うーん、あとオリジナルとシーフードのツートップかな俺はいつも買うのは。あ、そっか。え、タイ人だったらさ、こうあのなんていうの、夜中お腹空いた時にこうカップヌードルっていう印象が強いんだけど、日本人はどう？忙しい昼とかに、うん、リュウスケ君前やってたけど食べてたけど昼に食ってたね。へえ、弁当買いに行くの置いとく。うんうんうん、まあ、どういうだけで食べるみたいな感じで。あー、そっか、うん、夜ご飯とかないな、カップ。あ、そもそもカップラーメンは、うん、夫婦ではあんま食べないイメージ。うーん、俺的には。なんで？ちゃんとご飯食べるな。なんかカップラーメンのイメージは大学生とか、うんうん、独身の男とかがほぼ毎日のように食べるイメージ。じゃあ、しょうちゃんがさ、一人暮らししてた時は？
俺は塩分とか怖かったからすごいしょっぱいって聞いてたし、うん、あの乾燥してない麺を普通に茹でて食べてた、うんうんうん、そっちの方が高えのか。あ、でも量があるしな、どっこいどっこいじゃない値段的にも、うん、150円とかでしょ、200円、ちょっと伸びるんだけど、うん、はい、じゃあ次どうぞ。はい、3つ目はチーズカレーとチリトマト。はい、分かったのそれ。え、でもなんかさ、え、カレー、え、え、とか言ってなかった。でも自分に自信がなくなった。じゃあまずふわっとチーズのね、うんうん、丸い匂いがして、あとカレーのスパイス臭、うんうん、でもね、このチーズパウダー、うん、かけたからさ、よりチーズ感じたと思う。あ、そういうことか。そうでね、うんうん、食べると、うん、トマトのラーメンなの、うん、あの日清のよくある、うん、で、びっくりした。なんで？あれ？と思って、え、これカレーじゃないの？もしかしてと思って。だってコラボだもん、うんうん、これね、どう？味的にはこう混ぜて、これは進化してる、より、うん、美味しい、こっちの方がより美味しくはなってるね、うんうんうん、でも味トマトだな、ほぼ。うん、匂いと香りがカレーとチーズね。そう、はい、じゃあ最後にシーフードカレー。わ、意地悪だよ。なんで？あれ、これもカレーだって思ったもん、さっき目閉じてる時。あ、そもそもチーズカレーとカレーがあるって知らなかったから。そう日清のファンじゃないじゃん、しょっちゅう。最近全然食ってないもん。あ、そっか、うん、香りはカレーで、うん、シーフードのスープの味が最後こうジューって飲むと感じる、うんうんうん、マッチしてますか？マッチしてますね。へえ。あ、ちなみにお値段が、そうですね、138円で、マジで税込みで150円。すごっ、うん、やば、150円でこれ食えんの。そう、おにぎり1個じゃん、あの、ね、ビーのね、マジでクオリティすごっ、うんうん、はい、じゃあこの4つの中で一番好きだったのはどれでしょうか？ねえ、翔平、へえこれではないな。あら、どれだろう、これかな、トマト&チーズカレー。うん、トマト好きだし、全部でも美味しいよこれ。でさ、なんと、うん、これ以外にもね、なんか炭酸バージョンも出たみたいなの。え、お湯で炭酸？違う、ラーメンの味で炭酸。やっぱ、うん、またもし見つけたらレビューお願いしますね。サクルは。ファンは、私は、なは、ファンは、日本レビューなは、ラウバイハツアライ、な、存在意、なは、こちら、タイマファーカニ、なは、ラウバイ、ツーカン、マイ、ヒップ、なは、バイバーイ。